天使と悪魔、天使と悪魔、エンジェルスデーモンズは2009年公開のアメリカ映画、5月15日のアメリカ公開を筆頭に世界各地で同時期に一斉公開された。原作はダン・ブラウンの同名小説、天使と悪魔、同作者による小説、ダビンチコードを映画化した2006年のヒット映画、ダビンチコードの続編となり、主人公も同一である。 原作においては、天使と悪魔がシリーズ第1弾であり、続編がダヴィンチコードであるが、映画では時系列を入れ替えている。また、ダヴィンチコードが原作にほぼ忠実だったのに対し、本作はかなり脚色が加えられている。監督は前作に引き続きロンハワード、その他の主なスタッフも続投している。ただし脚本には新たにデビッド・コープを迎え入れ、原作者、 ダン・ブラウンは今回は制作葬式のみで脚本には化していない。主人公のロバート・ラングドン役も前作に引き続きトム・ハンクスが演じる。ヒロインのビトリア・ベトラ役はナオミ・ワッツが筆頭候補だったが最終的にはイスラエル人女優のアイエレット・ゾラーが抜擢される形となった。映画のパンフレットやジャケット等で使われている右面が天使、左面が 悪魔になっている像、天使と悪魔像は、彫刻家、マーティンス・ミートンが、本作のために制作した、架空の像でありバチカン州に実在していない。そのため映画を鑑賞した多くの人から誤解を呼んだ。十億人のカトリック信徒を束ねるローマ教皇が、死去し、バチカン四国には、全国から数奇教や信徒が集まり、コンクラーベが開催されることになった。そんな中、 前作の事件依頼バッチカンから睨まれていたロバート・ラングドン教授のもとをバッチカン警察の捜査官が訪れ内密に捜査を依頼する。次期教皇の有力候補者である4人の数期教が拉致されアンビグラムが描かれた脅迫状が届けられたという。ロバートは脅迫状を見て科学を信奉してカトリック教会に弾圧された秘密結社イルナティによる犯行だと確信し、 捜査に協力するためバチカンに向かう。バチカンに到着したロバートは、バチカン警察のオリベッティ刑事と、スイス衛兵隊のリヒター隊長と面会するが、協力的なオリベッティとは、対照的に、信仰心の厚いリヒターは、前作の一件で、カトリック教会の権威を損なおうとしたロバートに、非協力的な態度を取る。バチカンには、犯人からの新たな脅迫テープが届き、 午後8時から1時間おきに、数奇教を殺し、最後に、バチカンを滅ぼすと、メッセージがあった。スイスから呼ばれたビットリア・ベトラ博士は、研究中だった、半物質を盗まれたことを語り、爆発すれば、バチカンが消滅するほどのエネルギーを有していることを、語る。ロバートは、数奇教たちの処刑場となるイルミナティの教会を、探すため、教皇に育てられた孤児で噛める連合である、 マッケンナ主催の協力を得て、バチカンの国立書館庫に入り、イルミナティのメンバーだったガリレオ・ガリレイの記録を調べる。その結果、第一の処刑場がカペラで行ったテーラ礼拝堂だと判明し、ロバートとビットリアはオリベッティと共に礼拝に向かうが、すでに数奇教は殺害された後だった。ロバートは礼拝堂の彫刻が、ジャン・ロレンツォ・ベルニーニによって作られたものであり、 彼もイルミナティのメンバーだと考え、彼が作ったサンピエトロ広場に急行する。バチカン警察の捜査官たちと共に周囲を捜索するが、そこでは二人目のス奇キ教が殺害されていた。事態の深刻さを憂慮したマッケンナは事件を公表して群衆を避難させようとするが、シュトラウスス奇キ教の意を受けたシメオン神父はこれを拒否してコンクラーアベを続行させる。 ロバートは再び諸簡庫に入り処刑場を探すが、酸素の供給を止められ命の危険にさらされる。ガラスを突き破って脱出に成功したロバートは、次の処刑場であるサンタマリアデッタ・ビクトリア教会に向かうが、同行するオリベッティに対して、バチカン内部にイルミナティのスパイがいる可能性を告げる。ロバートたちが、教会に到着すると、そこでは3人目の数奇教が火破りにされていた。 ロバートは、スーキ教を助けようとするが、殺し屋によって、オリベッキたちは殺害され、スーキ教を助けることはできなかった。同じ頃、ビットリアから、教皇は毒殺された可能性があると指摘された。マッケンナは、教皇の遺体と対面し、その指摘が事実であることを確認する。マッケンナは関令を破って、コンクラーベの部屋に入り、改めてコンクラーベの中止を訴えるが、 シュトラウスは訴えを退ける。マッケンナが退出した後、シメオンはシュトラウスに対し、候補者たちが死んだ今、あなたが、磁期教皇に名乗りを上げるべきだと訴え、シュトラウスもそれを受け入れる。ビットリアは、殺害された同僚シルバーノの引き帳を取り寄せて、事件の手がかりを探すが、リヒターに、日記帳を押収されてしまう。リヒターはロバートに、 サンピエトロ大聖堂に戻るように指示するが、ロバートは指示を無視して、ナボーな広場に向かい、四人目の数奇教が噴水に突き落とされる場面に出くわす。ロバートは周期の人々の助けを借りて、数奇教を助け出し、監禁されていた場所を聞き出し、半部室が隠されているサンタンジェロ城に急行する。ビットリアやイタリア軍警察と合流したロバートは、 サンタンジェロ城内を捜索するが、軍警察は半物質を発見できずに城内を出ていく。ロバートとビットリアは、木内の部屋に入り込み、そこに置かれていた焼印から、イルミナティが五人目の池にとして、カメルレンを、マッケンナを狙っていることを察知する。二人は、バチカンと連絡を取ろうとするが、殺し屋とでわし携帯電話を捨てさせられてしまう。殺し屋が立ち去った後、 二人は秘密通路を通り、バチカンに戻り、その途中で、殺し屋の乗った車が爆破される場面を目撃する。サンピエトロ大聖堂に到着した二人は、捜査官たちに、マッケンナに危機が迫っていることを告げるが、同時に、教皇執務室から、マッケンナの叫び声が聞こえてくる。捜査官たちが部屋に突入すると、そこには夜勤を押されたマッケンナと銃を向けたリヒターが、いた。 リヒターは捜査官たちに射殺される。さらに、マッケンナはシメオンをイルミナティのメンバーだと告げ、彼も射殺される。マッケンナは、数奇鏡と群衆を避難させるように指示し、ロバートたちと共に半物質の解除に向かう。しかし、爆発まで時間がないことを知ったマッケンナは、半物質を持ちヘリコプターに乗り込み、上空で半物質を爆破する。爆破直前に、 パラシュートで脱出したマッケンナは群衆からの称賛をよく、シュトラウスが反対する中、数奇教たちは彼を直気教皇に押す。ロバートとビットリアはリヒターの執務室から監視モニターを見つけ、教皇執務室でのリヒターとマッケンナの会話を見つけ出す。リヒターはビットリアの引帳を調べ、教皇を殺したのがマッケンナだという証拠を見つけ出し、 コンクラーベ終了後に事実を公表するようにシメオンに伝えていた。マッケンナはシルバーノの研究に理解を示していた。教皇を異端者として殺したことを暴露し、自身の体に夜勤を押して、リヒターに襲われたように偽装していた。映像を確認したシュトラウスは捜査官たちに、マッケンナを逮捕するように指示するが、追い詰められたマッケンナは大聖堂内で昇進自殺する。 事件の解決後、コンクラーベが再開され、ロバートに助け出されたバッジアスーキ卿が新教皇に選出される。当初、撮影は2008年2月より予定されていたが、2007年から2008年に起こった全米客本格組合ストライキによって制作がストップ、スケジュールが延期されたことにより、撮影開始が同年6月にずれ込んだ。 公開は2008年12月を予定していたが、これも2009年5月に順延された。ロケはローマなどで行われたが、ロケを予定していた2つの教会で、撮影許可が降りないハプニングがあった。2009年10月28日に、ソニーピクチャーズエンタテインメントより、ブルー、レイディスク、DVD の2フォーマットをリリース。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。